に生徒会が考えた企画。それは洋馬学園の全生徒が参加するクラスマッチイベントの開催だった。一方その頃、アリス川学院やアルターエゴでは原因不明の機械トラブルとともに謎の少女が出現。はてさて、事件の背後に浮かび上がる師匠そっくりな女の子の正体とは。そしてクラスマッチへの参加をかけてネオと京子が直接対決を繰り広げる中、ついに洋馬学園にも異常事態が発生する。いやー、面白いことになってきましたな師匠。これから一体どうなるのです。ほほう、知りたいかねみちる。それはね、さあわからん。では続きをどうぞ。Yeah. Hey, Vietnam. Yeah. 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 I'm sipping liquor for the pain, pouring liquor for the slain. Nothing else can do the trick like hard liquor to the brain. Fall victim to the game. All this money we spent in my mind trying to figure where this 20 G's went. Maybe I should slow it down, maybe take the pace slow. Second thought, I think I need to speed it up and make more. Time to build, lay go, in the veil lay low. Counting days, still waiting on that shit I prayed for. Am I ungrateful? Want it all so quick, feel a vibrate. Hold up, I got a call. Oh, how she get my new? Swear the city too small. Type of chick won't take her shirt off, cause see this shit too small. I could give a damn girl a pretty blue bra. Now I'm in the DC and just how pretty you are. And that girl, it's so hard. Lord, I'm up in that. Got the type of kitty cat that make double bet. Type of to make a wanna fall in love with that. At the door with a towel on and nothing under that. Saying welcome. Hey, yeah. Yeah, welcome. Yeah, yeah, I let these words flow out like water from a spout, like rain from the clouds, rinse the pain from the crowd, cause these words go deep from my soul when I speak, then the flows hit the souls of all those that I reach. If I die before I wake, hope my songs live on, where they miss me when I'm gone, and if so, for how long? So this on my brain, try hard to maintain, sit and analyze my thoughts, at times I wonder if I'm sane. Man, it's hard to trust friends when the paranoia blends with the marijuana, wonder where this high ever end, swear I never smoke again. Yeah, blow the weed, let me take another shot, man, this liquor's all I need just to put me in the zone, so far away from home, nobody truly know me, got me feeling so alone, they wonder what's on my mind, what's lingering in my dome. I tell them ain't nothing wrong, I deal with it on my own, I deal with it on my own, yeah. Deal with it on my own. Yeah, all welcome. Oi, Neo のやつは無事か？あれ、ベロニカさん、どうしてここへ？さっきお前が連絡しただろうが、しばらくスマホが使えなかったんだよ。じゃあ今は普通に使えるのですか？ああ、でも生徒がみんなざわついてるぜ。スマホから変な笑い声が聞こえたってやつもいるしな。それは学園内だけじゃないな、おそらくこの町全体に同じ現象が発生していたはずだ。師匠、何か分かったのですか？そんなことより早くこの部屋の扉を開けるのです。ネオ様がこの中にいるのです。なんだと？ネオと京子がこの中で決闘してんのか？別に決闘とは言っておりませんが。すみません、私が言いました。よし、お前らどいてろ、私がこの扉を蹴破ってやる。そんなことしなくても扉はもう開いてるよ。ネオ様が倒れてる。おい、目をしっかりしろ。お前たち、なぜここに？どうやら気を失っていたみたいだね。
あれ、私どうして倒れて。おお、京子先輩も無事でしたか。よかった。でもネオ様の顔色が悪いのです。二人ともここで何があったか思い出せるかな。私はネオと二人で歌っていて、それでネオの後ろに何か見えたはずなんだけど、何を見たのか思い出せない。私もだ。振り向いて何かを見た気はするが。うん、どうやらただのいたずらではなさそうだね。心霊現象でしょうか。本当かネオ、京子に殴られて意識が飛んでたんじゃないか。何の話してるの。心配するな、落ち着けばすぐに思い出す。だが今日はもう引き上げよう。京子、お前との勝負も一旦お預けだ。うん、わかってる。でも合唱の練習には参加してくれるよね。どういうことだ。私の実力は分かったでしょ。だから次はみんなの実力も試してほしいってこと。大事なのはレベルを合わせることじゃなくて、みんなと気持ちを合わせるってことだから。それを分からせるために勝負を挑んできたのか。どうかな。私が言いたかったのはそれだけ。じゃあまた明日。小賢しい真似を。あ、ココアからの着信なのだ。ミチル、ルミナに連絡がつかないけど何かあったの。どうしたのだ。ココア、ケースを変えて。どうしたのじゃないわよ。先輩たちにルミナが疑われて大変なんだから。僕ならここにいるよ。さっきまで少し電波がつながりにくかったんだ。とにかく少し落ち着いて話そう。僕がどうしたって。ココア落ち着いて。ふーん。やー、耳に息吹きかけないでよバカ。相変わらずですね、ミチルのお仲間は。仲良しさんだから仕方ないのだ。まったく想像しい奴らめ。一度情報を整理した方がいいかもしれませんね。そうだな。では今夜みんなでネオたちの部屋に集まるとしようか。なぜ私たちの部屋に。特に意味はないが。別に問題ないだろ。私はなぜお前がそんなことを勝手に決めるのかと聞いているんだ。やれやれ、まだ理解できないのか。いいかいネオ、それはね。僕の方がお姉ちゃんだからだよ。意味がわからん。お邪魔しますのだ。めちゃくちゃ広い部屋ではありませんか。ここは共用のリビングで、部屋はそれぞれ別にあるのです。都会の一等地にある高級マンションをワンフロア丸々貸し切り。さすがアビスメアだね。本当はプロデューサーの三橋翔さんが用意してくれた部屋なんですけどね。あいつとプロデューサー契約切った後、ここを出ていくことも考えたんだけどな。住むところがなかったの。しっけーな。三橋翔の息子が面倒を見るからここに住んでほしいと言ってきたのです。ほう、ということは三橋空がお前たちの面倒を見ているのかい。別に頼んではいない。あの男が好きでやっているだけだ。親父の死に拭いっつうか、罪滅ぼしのつもりなんだろうよ。ま、そんなわけで私たちは堂々と今もここに居座ってるってわけだ。お、
こっちは誰の部屋ですかな。こら、エルシーの部屋へ勝手に入ったらショスのです、ショス。うん、水臭いですな、エルシー殿。今や同じクラスではありませんか。まあ、それならこっちの部屋に。なあ！やめとけ。そいつの部屋には変なものしか置いてねえから。ミチルもすっかりエルシーさんたちと仲良くなったみたいだね。仲良くなってるの？あれ。ルビナ、そろそろ本題に入れ。遊びに来たわけではないだろ。うん、そうだね。ココア、まずはアリス川学院で起こったことを詳しく聞かせてくれないか。じゃあ、そのルミナそっくりの悪霊がロボットを操ってたってのか。悪霊じゃなくて AI だと思いますけど、ミーコ先輩はその可能性が高いって。あ、悪霊すごい。でもあれはルミナじゃないよ、全くの別人だった。どうしてそう言い切れるのです？こんな変な AI が他にいるとは思えないのです。目かな。ルミナはあんな冷たい目をしてないから。はあ、コンピューターの目に冷たいもあったかいもねえだろう。うん、そうかもしれない。どっちなんだよお前。そもそも師匠はいつも私と一緒にいましたから、それは偽物の仕業に決まっておりますぞ。私もそう思う。ルミナの人気に嫉妬したアンチの嫌がらせとか。でもこれが人間による仕業なら悪霊より立ちが悪いかもしれないよ。どういうことです、師匠。実はここへ来る前にヒーローから連絡があってね。ヒーローってロンドのヒーローさん？うん、昨日アルタエゴでも謎の機材トラブルがあったらしいんだ。なるほど。それでライブの途中に突然機材が使えなくなったんだね。ええ、最初は停電かと思ったけど、調べてみたら奇妙な映像が残ってて。奇妙な映像？ライブの記録用カメラに残っていた映像なの。ちょっと見てもらえる？これを。ルミナちゃんにそっくりだけど、何か心当たりはないかしら。いや、残念だけど僕にはわからない。そうよね、ルミナちゃんがこんなことするわけないし。でも何の目的で。映像が切れる直前に歌っていたのはリカと椿の二人か。ええ、ツインボーカルで歌っていたけど、それがどうかしたの？いや、犯人の尻尾をつかむ手がかりになるかもしれないと思ってね。貴重な情報をありがとう、ヒーロー。僕の方でも少し調べてみるよ。で、問題の映像データをもらってきたから、みんなにも見てほしい。師匠にそっくりなのだ！この子は。私たちが見たあの子だわ。やはりね。これで AI ロボットの暴走事件とアルターエゴの一件がつながったというわけだ。ついでに最新技術の AI ロボを乗っ取るほどの犯人なら、学園の管理システムに潜り込むことも容易だろうね。全て同一犯の仕業だというのか。うん、あの後管理システムのログを調べてみたけど、セキュリティを突破された痕跡すら残っていなかった。そんなことができるのは人間離れした天才ハッカーか、僕のような電子の妖精くらいしか考えられないと思う。ルミナさんと同じような AI が他にも？ただ可能性は極めて低い。
僕のような自我を持った AI が生まれる確率はビッグバン発生に匹敵するからね。そんな奇跡が何度も起こるなんて考えにくいわね。じゃあ天才ハッカーの仕業？なんで天才ハッカーが学校のシステムに潜り込むんだよ。何の得にもならねえだろうが。結局ルミナが一番怪しいことに変わりないのです。そう思うのは当然だけど、僕はそんなに暇じゃない。だって今はユニコードのことで頭がいっぱいだからさ。師匠、でもこのままだといずれルミナさんのことを世間が怪しむようになりますよね。うん、もし僕が自我を持つ AI だと分かれば、世界中の国々が僕の奪い合いを始めるだろうね。もしかして戦争になったり？最悪その可能性も考えられる。もしそうなれば、僕の生みの親も戦争を生み出した張本人というわけだ。ただ幸い、まだ僕の偽物を見た者は少ない。今のうちに犯人を突き止めれば最悪の事態を回避できる。だからお前たちにも協力してほしい。何をすればよいのですか、師匠。人類の平和を守るためこのミチルに戦えとは。おー、とりあえず僕の偽物について聞かれたら何もわからんとごまかしてくれればそれでいい。今の騒ぎが沈静化するまでお前たちには普段通りの学生生活を送ってもらいたいんだ。あとは僕が何とかする。なるほど、つまり学校に行けということですな。わかりました。アビスメアの皆さんもよろしいですか。これもネオ殿のためですぞ。ではご一緒に。なんもわからん。なんもわからんでつながる友情、素晴らしいですな。さあネオ殿もご一緒に。するわけないだろうが。調子に乗ってすみませんでした。ダメだな。いくらネット上を調べても手がかり一つない。これだけあからさまな証拠を残した犯人の足跡すらたどれないとは、一体どういうことだろう。こうなると僕と同じ天使の妖精が他にも存在するとしか考えられないが、やはり鍵を握るのはお父さんの研究か。でもそれは、今の声はミチル？うむ。何を悩んでいるんだ、ミチル。おお、師匠、いいところに。今クラスマッチの企画を考えていたのです。クラスマッチ？どうしてお前が一人で企画を？いやー、実はクラスのみんなからアイデアが欲しいと頼られてしまいましてな。そうか、ミチルの発想力にはみんなも一目置いてくれていたということか。実は今までクラスに溶け込めてないのではと心配だったのですが、これで少し安心しましたぞ。そうなのか？僕にはそんな風に見えなかったが。ええ、別に冷たくされたわけではないのですが、少々みんなと距離を感じることがありまして。まあミチルは遠目で見ている方が楽しいからな。でも今は師匠がついてますし、ココアやハヤテもいますから全然気にしてませんぞ。すまないなミチル、迷惑をかけて。迷惑？何のことです？僕がみんなに疑われたことだよ。もし被害が拡大すれば、僕のことを一番よく知るお前たちも疑われることになる。本来なら
お前たちからも疑いの目を向けられて当然だ。だけど僕を微塵も疑わなかったし、かばってもくれた。そんなの当然ですぞ。何しろ師匠は大事な仲間ですからな。大事な仲間か。お前たちに正体を明かしたのは、僕の心理テストをクリアしたとみなしたからだが、どうやらそれ以上の適性を持っていたということかな。私には師匠の考えていることはわかりませんが、師匠に対する信頼はこれからも変わりません。ですから私たちの邪魔をする者はこのミチルが正義の魔法 DJ として鉄拳をお見舞いしますぞ。まあお前の気持ちは嬉しいが、とりあえず明日も普通に学校へ行ってくれ。はいですのだ。父親か。今や私と父をつなぐものは幼い頃にもらったこのペンダントのみ。もう思い出すこともないと考えていたが、こんな形で父の影が浮かび上がるとはな。ルミナの言う通り、これ以上被害が増え続ければいずれ私の父についても世間から追及されるだろうな。そうなれば今のような生活は送れない。アビスメアの活動にも影響が出てしまう。もう二度と自分の家族を失うわけにはいかない。何としても父の居場所を突き止めなくては。あ、ハヤテ、今ちょっといい？うん、大丈夫。どうかしたの？今日のことだけど、ルミナの話どう思う？どう思うって？だって、あまりに話が現実離れしてるから、このままだと私たち、とんでもないことに巻き込まれる可能性があるんじゃない？うん、そうかもね。でも、みんなが一緒なら心配ないよ。またそんなお気楽なこと言って。私たちだけじゃ、どうにもならないことだって世の中にはあるんだからね。ココアは、ルミナのことが信用できないの？うん。ルミナのことは信用してるけど、ルミナ自身にもわからないことが多いでしょ？だから、心配するなっていうのは無理。じゃあ、私のことは？そんなの、信用してるに決まってるじゃない。じゃあ、私が信じてることを信用して。ココアを絶対不安にはさせないから。何よ、またそうやって丸め込もうとして。いいわよ、もう。それより、明日どうする？先輩たちに事情説明しないといけないでしょ？そうだね。でも心配ないと思う。つまり、よちよロボが暴走したのは、ルミナさんの偽物による仕業だと？ええ、そうみたいなんです。ルミナ本人も身に覚えがないらしくて。まったく、悪い奴がいますよね。どう思う？ミーコちゃん。まだよくわからないけど、研究員さんもハッカーの可能性が高いとは言ってたの。まあ、ルミナさんがあんないたずらする理由がありませんものね。それに、ルミナちゃんが何も知らないって言うなら、ミーコはその言葉を信じるの。そうだね。私もルミナちゃんの言うことを信じてあげたい。ありがとうございます、先輩。本当に心配いらなかった。ねえねえ、それよりさっきの話、本当？妖馬学園で大きなイベントやるって。ええ、アビスメアとの交流を目的としたクラスマッチを開催するみたいですね。クラスマッチといっても
何でもありの文化祭的なイベントらしいですよ。それでルミナもミチルのクラスの一員として参加しているので、とても忙しいみたいですよ。ふーん、アビスメアとの交流か。いいこと思いついちゃった。Follow my lead. No doubt about that.